メニフィー軍はアメリカ合衆国ケンタッキー州の北東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は6306人であり、2000年の6556人から3.8%減少した。軍庁所在地はフレンチバーグであり、同軍で人口最大かつ唯一の法人化された都市でもある。軍名は アメリカが衆国会議員を務めたリチャード・ヒックマン、メニフィーにちなんで名付けられた。ただし、綴りはメニフィーからメナフィーに変えられた。メニフィー軍はドライ軍である。メニフィー軍はカンバーランド高原の麓丘陵部に位置している。マウント・スターリングショート試験に属している。メニフィー軍は1869年5月29日にバス軍、モンゴメリー軍、モーガン軍、 パウエル軍、ウルフ軍のそれぞれ一部を合わせて設立された。2008年アメリカ合衆国大統領選挙では、過半数の有権者が民主党のバラク・オバマに投票したことでは、ケンタッキー州の中で8軍しかない中の一つになった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は206.03平方マイルであり、このうち陸地203.90平方マイル。 水域は2.13平方マイルで、水域率は1.03%である。メニフィー群は山岳部にあり、森が深い。土地の大半はダニエル分国立の森に入っている。約10%が工作地であり、州内120群の中で農業生産校では第102位である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。